光の末裔の軍勢が上陸し、こちらに向かっている模様です。ご苦労、監視を怠るな。はっ。陛下、申し訳ありません。光の末裔どもがよもやここまでやれるとは。過ぎたことは仕方がない。世が奴らにやられるのなら、世はその程度の器だというだけのことだ。陛下。レオンです。入ります。レオンか。城の守りは、いや、今のお主に言う言葉ではないな。陛下、このレオン、最初で最後のお願いに参りました。私にもう一度、もう一度だけ光の末裔どもと正々堂々と戦う機会をお与えください。ならん。青龍騎士団は今や城内防衛の要となる戦力。その戦力を割くなど。よかろう。しかし陛下、青龍騎士団長レオン、世の目の前で光の末裔どもを見事打ち破ってみよう。はっ。この身に変えましても。陛下、よろしいのですか。エグベルト、許せ。あやつを見ていると、まだ一回の傭兵に過ぎなかった頃を思い出してな。似ているのだよ。戦場で切り合うしかなかったが、毎日が充実していたあの頃の世に。まさか我々がここまで攻め込まれるとは思ってもみませんでした。うむ、たった一人の男にあそこまでの力があるとはな。さすがはラングリッサーというところか。もっとも、陛下が国を起こしたことを思えば可能なのかもしれぬが。そろそろ来る頃でしょうか。そうだな。よし、迎撃の準備をする。我々が負ければ敵に城内への侵入を許してしまうぞ。迎撃準備が完了しました。いよいよですね。みんなよく聞け。今こそ青龍騎士団の力の見せ所だ。お前たちの持てる力を余すことなく発揮するんだ。レオン。来たな、エルヴィン。レオン、闇の力を使って本当に平和が来ると思うのか。降伏してくれ。これ以上戦うことはない。ここまで来て何を言うか。我ら青龍騎士団は逃げも隠れもせん。最後まで誇り高く戦うのみ。止められない。彼の感情が痛いくらいに流れ込んでくる。私には止められない。でも。ようやくここまでたどり着いたようだな、エグベルト。お前らに面白いものを見せてやろう。ジェシカさん。この城を落とそうとした愚かな魔術師だ。アルハザードの力を甘く見すぎたようだな。待て、エグベルト。私は人質を取るような卑劣な作戦をやるつもりはない。これは私とエルヴィンとの戦いだ。いくらエグベルトといえども手出しは無用。邪魔をするな。甘いな、レオン。だが、それがお前の良いところでもあるのだがな。では、お前の騎士道精神のためにこの女は話してやる。後悔するなよ。では、私は私で彼らを歓迎する用意をしておく。それが無駄に終わればよいがな。エグベルト。エルヴィンよ、これでお互いに全力で戦えるはず。
レオン、なぜそうまでして戦うんだ。ベルンハルトがアルハザードの力を解放したために世界に大きな異変が起ころうとしているんだぞ。お願いレオン、これ以上無益な戦いはやめて。この戦乱の世を統一し平和を築くためには力が必要なのだ。たとえそれが闇の力であろうともな。レオン様、突撃準備が整いました。いつでも戦闘可能です。エルミンよ、ついに決着をつける時が来た。手加減はしないぞ。バカな。だが仕方のないことなのか。行くぞみんな。私も援護しましょう。ジェシカ、無理をするな。ここは俺たちに任せてください。そうですよ、ジェシカ様は休んでいてください。わかりました。皆さんお願いします。必ずアルハザードを封印してください。エルヴィン。いや、もう何も言うまい。レオン、レイガルド帝国並びに聖竜騎士団に栄光あれ。エルヴィン、勝負だ。突撃するぞ。覚悟。くっ、さすがだ。しかしこの戦い、一歩たりとも引くことはできない。この命尽きようとも。突撃だ。やめてレオン。なぜ、なぜ私たちが戦わなければならないの。みんなで手を合わせることができれば戦争は終わるわ。我々とあなた方との戦いならば確かに終わらせることはできる。しかし、いつの時代も人々は争いを続けてきた。この戦いが終わろうと
人はまた同じ過ちを繰り返すだろう。だからこそこの戦乱の世を終わらせるには力による理想の統一国家を築く必要がある。そして私は陛下と共に大陸制覇の夢を誓ったのだ。あの方とならばそれができる。そしてそれが争いのない世界を作る近道なのだ。その理想のためにはエルヴィンの存在が邪魔なのだ。どうして、どうしてそこまでして戦わなければならないの。もう血で血を洗うようなことをしたくはないのだ。帝国かエルヴィンか、どちらか力のある方がこの大陸を平和へと導くことができる。さあ行くぞエルヴィン。手加減は無用、全力でかかってこい。我々精鋭部隊がこの程度で負けてなるものか。私がやられるわけにはいかん。
自分のしていることが間違っていると気づかないのか。私は栄光あるこの帝国に生まれ、帝国に育ち、そして誇りある青龍騎士団の長となった。おの、ま、ここで負ければもう後はない。死力を尽くして戦うのだ。お前たちは青龍騎士の中でも特に優れた精鋭部隊、その名に恥じぬ戦いを見せてくれ。
この命犠牲にしようとも貴様だけは倒す。行くぞエルイン、望むところだ。腕を上げたなエルイン、だがここは通さぬ。うわあ、我が敵を撃て。レオン、もうあなたを止めることはできないの。あなたは私の気持ちを知っているはず。帝国を、いや、ベルンハルト陛下を裏切ることなど私にはできない。レオン、あなたは戦争を誰よりも憎んでいるはずなのに、どうして戦い続けるの？確かに戦争は悲しみしか生まない。だがこのままではいつまで経っても争いは絶えぬ。誰かがこの大陸を統一し理想の国家を築き上げる必要があるのだ。そのためには最小限度の戦いもやむを得ぬ。やるな。レオン様、お引きください。これ式の傷で引くわけにはいかぬ。なりません。今ここでレオン様が倒れれば、一体誰が明日の帝国を守るのです。その通りです。この場は私たちが引き受けます。お前たち。私たちが何としても時間を稼ぎます。その間に体制を立て直してください。わかった、頼んだぞ。お元気で。帝国を。死ぬなよ。はっ。
通用切り裂け。バカだよ。不器用な人なのね、レオンって。私がボーゼルの術によってダークプリンセスとして操られていた時も、彼だけは私を普通の女性として扱ってくれました。誰よりも心温かい人で、そして心から平和を望んでいました。あ、エルヴィン、闇の波動をかなり近くに感じるわ。アルハザードはこの城の地下、おそらく地下神殿でしょ。よし、進もう。一刻も早く終わらせるんだ。